皆様こんにちは、マッカイキヨミでございます。今日はこちらブリスベンのですねグロリアホテルにおきまして、はい、こちらに出ております。はい、自然療法学士の上村和美先生の美と健康講座、目覚めよ女性ホルモンというね、大変興味深いセミナーを開催しております。それでは早速セミナールームの方を少し覗いていきたいと思います。まあ本当に朝からですね、どうして女性のホルモンがこう上下アップダウンするのかとか、また、これ自分では体にいいと思っていたのに実はあまり良くないなんていう食品の話もしていただいてるんですけども、早速こちらのカンファレンスルームの方見に行ってみたいと思います。今ちょうど後半の方で血液検査の結果をですねこちらの方で解説していただいてるんですけれども、今会場の中では女性のエネルギーが充満しております。はい、更年期障害のね、症状軽い方、それからものすごく辛い方なんかいらっしゃいますけど、その方のどこが違うのかというところなどをですね、皆さん興味津々で聞いていらっしゃいます。